はい、皆さんこんにちは。こんばんは。gk です。今日もリアタイドをひたすらやっていきたいと思います。今日はですね。まあ、もうサムネ見てもらったら分かると思うんですけど、毎度なんですけど。さあ、先発1番手にいますね。竹谷選手ですね。はい、ということで、今日もみんなが使ってないであろう選手でリアタイを戦いたいと思います。移籍1年目、確かね。人的保障でしたよね。西選手のね。 阪神かから来たんじゃないかない確か僕の記憶ですけど間違っておったら、あのー、コメント欄で怒ってください移籍1年目は10試合すべてに先発登板をしおすごいですねプロ初関東初関東含む3勝おこれからオリックスってね若いピッチャーいいっすよね多いですよね絶対ね強くなるようんあの投手陣が安定してきたらねまあ正直ね打者の方はうん でね、吉田正尚選手を筆頭に、まあねあのー、やべえ、ド忘れしたジョーンズ選手でしたっけ、入ってきたの。とかね、いろいろね、まあ、正直ね、打撃は水物なんで、まあ、やっぱりね、強いチームっていうのは、投手力がやっぱりね、まあ、ちょっと例外もありますけどね、今のパ・リーグ見ると。 まあ例外もあるんですけど、大体、投手がしっかりしてるチームが結構上に上がってくる印象があるので、オリックスはね強くなると思いますよ、まあ今年は、ね、ちょっとシーズン短くなったんで、まあ、どこにでもね逆に言えばチャンスがもし開幕するんなら出てくると思うんで、まあ、楽しみではありますよね、本当ね。まあ、そこはねちょっとやってみないと分かんないっていうところだと思うんで、まあ、オリックスはね正直、怖い存在ではあると思いますね、パ・リーグの中でも。 うん、ということで、この竹安選手も期待の若手ということで、今回もこの GK のリア帯同で使っていきたいと思います。すみませんね、今ちょっと仕事帰ってきてね、すぐ取ってるんで、ちょっと疲れ気味なんですけど、そこはね、言い訳にしてたらね、もうやってられないんでね、今回は気合い入れていきたいと思います。 でね最近ちょっとね自分の動画見返す時があるんですけどちょっとやっぱ元気がないなと思ったんですよねまあただね仕方ないんですよ集中してやってるんでねどうしてもあのー、声張るよりはちょっとプレーの方に集中してるところもあってまあねちょっと暗い感じではあるんですけども全然ね元気は元気なんでねうーんやっていきたいと思いますよ今日もまあ今日も明日もだってねスターロードがねまだ2日もあるんですよ 僕からしたら僕大体イベント1日ぐらいで終わっちゃうんで残りの5日間か6日間は暇なわけですよ正直こういうイベントだとでねランダムボックスとかがねちょっとね、まあ、ランダムボックスっていうかああいうイベントあのー、ねプロスピパークとかああいう何て言うんですかねあのスクラッチとかがあるやつだったらねいいんですよ嬉しいんですよあのー、終わった後も結構できるんで チーム強化もできるしただねスターロードはちょっときついなと思いましてまあいいんですけどねまあでもスターロードもまあ実際スクラッチがあるみたいなもんなんですけどねあの一人勢上終わったらね最強の正面にさえ勝てはもらえるんでね追加報酬ただねやっぱやる気が出ないということでひたすらあやる気が出ないというかねまあ経験値1.5倍が来てるんで、まあ、あの V ロードひたすら回って今星5を回ってあと14周ぐらいで S ランク契約書もらえるんでまあそっち優先的にやってます ちょうどね選手が結構増えてきた時に獲得できる予定ではあるので、うん、それを目指して今僕はやってますって今日告知できてたんですけどプロスピスタジアムねこれもねなあプロスピスタジアムじゃないプロスピコロシアムねこれも長い6日間は長い私にはでしかも毎日毎日他の人の成績を気にしながらやらないといけないので僕はもう正直そこら辺は気にしてや,やらないですけどもうやれる時にやればいいやぐらいの感覚で。 いやまあ、あれもね、あの順位によってね、エナジーもらえたりするんで、正直ね、無課金とかの人からしたら、正直おいしいイベントなんですけど、まあでもいいよね、V ロードも回れるしね、その間、1.8倍にもうすぐす、もう、ちょうど、このプロスピックコロシアムが終わるぐらいになるんかな、いや、なってると思うんで、まあいいでしょう。うん。で、今日はね、A ランク契約書に G チームね、先にちょっと引いちゃいました。 えね僕ね最近中日でずっと引いてるんですよ、まあ、大野選手狙いで引いてるんですけど一向に出ません <laughs> ビシエド選手と平田選手はとかがね結構出てくれるんでそっちはね育成がはかどってる、まあ、平田選手はね前持ってたんですけど結局凸ができなくてミキサーかけちゃったんですよまあいいんですけどね別にあの凸、ー、できてない分でミキサーかけるのはね、まあ、別にいいんですけど、まあ、新しいシーズンの分手に入ればね また今溜まってる A ランク突っすればいいのでということでちょっと話が長くなってしまいましたのではいということでやっていきたいと思いますよじゃあ対戦画面まで飛びますはい対戦よろしくお願いしますお相手のりもす選手ですでえー、っとすいません言い忘れてましたが今日は契約書開封はありませんいまさ、あ、らですけど <laughs> すいませんね言い忘れてたということでえー、っとねまあ たまにはね、プレイ以外のことで、今はね。バッタ関係ないんで、まあ、プレイ以外のことを喋っていこうと思います。今日ね、えっ、ー、とね。朝起き,起きてというか寝てる時に。 うーんとねちょうどね夢をね見たのを今日なんか鮮明に覚えてましてですねなぜかね熊本に行ったんですよ、僕は。熊本にいてね、でなぜかねあいみょんさんいるじゃないですかあいみょんさんにねなんかひたすらね追いかけられてる夢を見たんですよ <laughs> 謎の夢ね、なんでこんな夢見たか分かんないんですけどなんかそれだけ鮮明に覚えててなんか笑っちゃいますよね。えと思って僕も なんでこんな夢見たいっと思ってね、ほんと。思い出すだけでちょっとね、なんか、不思議な夢だったんですけど。<laughs> なんかね、たまにね、そういう時ありますよね。夢ってね、結構ね、浅い時、眠りが浅い時に見るはずなんで、ね、ちょうど浅,浅いんですかね、最近夢があ眠りがね。なんかね、たまにね、最近は結構ね、たまにというか最近はね、僕の割には夢を結構覚えてるんですよ。 あでね、竹橋選手、ね、何が強いかってねツーシームはねもうストレスと一緒です、正直、まあ、回転のところだけでねスプリットがね結構落ちるんで、結構、ね、癖,癖っていうか、まあ、この前使った誰でしたっけ誰だっけチェン選手でしたっけ似たような感じ <laughs> ちょっと調子に乗りました、それちょっと投げすぎた今の僕が悪いです、ほんとごめんなさい。 ただね、ね他の変化球がねもうちょっと曲がったらいいかなって感じですかね,、まあ、ね。ただね正直言ってねこのシリーズも、ね、早く選手がどんどん追加されてくれないとネタ切れになるわけですよ。今もねもう結構苦しくてなかなかねもう候補がねいない感じかなどっちかって言ったら。 でねその数少ない中でね見つけてやってるんですけど、まあ、ネタが切れたらね普通通常運転に戻りますもうねでもね先発ピッチャーなんですよ、竹谷選手なのでスタミナは結構あるはずだから20球ぐらいは持つんじゃないかなあ <laughs> 仕方ないよね変化量が少ないもんねスプリットに頼るしかないんかなスプリットツーシームしかないかなちょっとなんで全身を変えないんでしょうね今日1試合目なんでね 申し訳ないです。あれこんなに落ちんかったっけ、まあいいや。あ、やばい、これはもう行かれたよ。行かれたかと思った。ツーシームに貼ってるんですかね。<laughs> 多分ツーシームに貼ってるんでしょうね。でもツーシームはね、多分正直貼らなくても、そんな球速くないし。正直打てると思う。というか、僕も今日打たれると思ってやった。 ところはありますややばいやばいいこのままだとあ何やっとあんやいややっい1試合目にやるべきじゃないか僕ね1試合目にいつもねバッティングはねもうダメなんですよホンにそう <laughs> 今のは完全に分かったんですけどねスピリットって次ストレートかなあーもう一回スプリットかやばいクソ動画やこのままやったらもう雑談動画にしようかなこれ <laughs> いろいろね、本当はね、もっとね、<laughs> 低評価をしてください、皆さん、もうほんとひどい。もうね、こう失敗、本当に。だって3アウ打たれてるでしょ。2失点か。もう1回投げてたらどうなったか。うーん、ちょっとね、これは消化不良ですよ。もう1試合いこっかあ。もう1試合いってもね、ただね、<laughs> ひどいでしょ、これ。これね、なんでね、こうなったかって言ったらね、 昨日ね、ちょうど6勝3敗でしかもこの,この3連戦は1勝1敗で次勝てば勝ち星が 7, 個手に7つ手に入るチャンスやったんですよでね勝ってたんですよ2回表まであ表2回裏までか2回裏自分が回あ先行で、えー、と2対0で勝ってたんですよで千賀投手で行ってたんですよでまあこれは勝たないかんとこれは勝たないかんと思って真面目にやってたんですけどいつも 僕ちょっと時々話しますけどこの端末がねたまにね鈍くなる時あるんですよ動きが重くてでねちょうどねリリースするときにそれが発動してで普通のタイミングだったらベストピッチとかナイスピッチぐらいのタイミングで落ちてるんですけどこの枠が縮まるのが重くて遅くて失投になってスリーラン打たれて負けたんですよ昨日本当にでその後の もう全然ねなんかねやる気がなくなっちゃって、まあ、その後も眠いながらに、ね、やってたんですけどこのままじゃいかんと思って勝てないんですよねマジで勝てんうん勝てない僕が悪いんですけどね結局はねはということで失敗今日は久々負けた <laughs> 負けた準備体操が足りませんでしたすいませんちょっとこんな動画になってしまって本当はねもっとねいろいろ話したいことがいっぱいあるんですよ ね、いろいろね今コロナのせいでねやっぱね職場に来る人も少ないわけですよでね何が迷惑かって言ったらねまあ別にそうか、まあ、通勤時間とか別に何の問題もないんですよねうん別になんもないんですけどやっぱ時間が経たない忙しいとね時間経つじゃないですか結構ねただねやっぱ人が減るとねすなんかね いやですよねで今ね結構アルコール消毒とかもしっかりしないといけないじゃないですかだけどね気を使うところが多すぎてねなんか疲れがね精神的にやっぱ溜まってきますよねうんお仕事されてる方大変だと思いますけど本当はねこれ毎日動画も結構毎日や、ね、僕がねやるって言ってやってるんですけどどうしてもねやっぱね思ったのがストックがないときついんですけど休みの日にね なかなかね、<laughs> やる気が起きなくて、今ストックがないんですよ、動画。これもね、月曜日にあげる動画なんですけど、あ、違う違う、火曜日にあげる動画なんですけど、今火曜日の仕事帰りまだで,で6時前ぐらいに撮ってて、ねえ、きついね。ということでね、毎日投稿やめるとかね、そういう話ではないんですけど、早くね、イベントがね、ある程度ね、イベントでね、正直言ってね、一度は稼ぎたいわけですよ。 そしたら、リアタイドを撮って、そのイベント動画を撮ったら、2本撮れるわけですよ。で、今ね、考えてるのが、その、僕ね、結構 RPG ゲー、RPG 系のゲーム好きなんですよ。ドラケーとか、あのファイナルファンタジーとか、そういう系のゲームあるじゃないですか。で、それのね、投稿しようかなと思って、あの、アプリの、有料アプリあるじゃないですか。あれを買って、で、それの実況を1本入れたら、 まあちょっとね、プロスピ動画の毎日更新ではなくなるかもしれんけど、ただね、周知にはね、つながると思うんですよ、このチャンネルのいや。結構ね、知ってもらうのってやっぱ大変ですよ、プロスピだけで。たまたまねた、よくあるのはリアタイで当たって、で、僕のプロフィール見て飛んできてくれる人がいて、多分その方がチャンネル登録とかしてくれる場合もあると思うんですよ。で、それでやっと50人。だきついね。<laughs> うん、でも50人いるってまあすごいことだと僕は思うんですけどね最初に比べたらねうんでイベント系の動画とかも登録者以上の倍以上まあいい時は6倍7倍ぐらいは平均して見てくれる人はいるしチャンネル登録外の人ねもう見てくれるんでまあねあとね僕にね喋りの能力とかがちゃんとあればね、あのー、登録がねもっと増えると思うんですけど、まあ、そこはね努力していろいろやっていきたいなとは思ってます すいませんね、試合の尺が短くて、多分ね、もう、試合自体はね、多分5分ぐらいで終わってるんじゃないですかね。僕も,も測ってないですけど、すいませんね、なんかね、変なね、試合してしまって。あ竹安選手はあんな感じですよっていう紹介動画でもあるんでね、まあ一応1イニングしか今日は投げれなかったんですけど、本当はね、先行がいいんですけどね、まあそこは選べないんでね、はい、まあ、仕方ないでしょう、あればっかりは。まああんな感じですよ、竹安選手ね。まあ今度ね、 もし上のランク、例えば A ランクとか S ランクとかで出てきたときはリベンジ動画をもちろん撮りますよ。あの時の竹安選手ですよって言ってね。まあ他の選手も一緒ですよ、昨日やった澤田選手とかその前のチェーン選手とか多分ね、あこの2人はね、A ランクとか出る可能性あるんじゃないかなと思うんですよね、成績的に。だって中継ぎの結構ね、40登板ぐらいしてるし、だって澤田選手もきのね選手紹介見たら、まあ、そうですね、最初。 昨日あ去年ね怪我はしてましたけど最初はねだけシリーズ1は出てたんですよね昨日確認したんですけどシリーズ2は出てなかったからまあでもシーズンがないからねその <laughs> S ランクの選出とかをどうするのかな、まあ、そこはちょっと小ミさん次第ですけど、まあ、出てくるかわかんないんですけどまあまあもしね出たら出たら S ランクは絶対ね もしゲットできたたら使いいいと思いますで A ランクとかでもね結構ねいい選手がいればまあそういう選手もね使っていきたいと思うんで、まあ、必ずしもね D ランク C ランクとか限定でやってはないのでまあもしねなんかねほんといい選手いますよとかね教えてくれるんやったらね Twitter の DM にこっそり教えてくださいまあ必ずと言っていいほど多分採用率は高いと思うんでね <laughs>、はい、もしこのピッチャー使ってほしいとかがあったら要望の方も Twitter の方に お願いします、まあこのチャンネル名で検索したら GK の日常チャンネルで検索したら出てくると思うんで是非よろしくお願いします。ということでご視聴ありがとうございましした今回はこの辺でで失礼しますお疲れ様でした。